ございます。本日9月4日、初日でございます。今現在ね、自宅にいるわけですけれども、これからですね、成田空港まで、成田エクスプレスまで乗ってですね、行きます。とりあえず13時40分の電車なんでね、まだちょっと時間があるんですけども、とりあえず今回の目的はロサンゼルスに行って、ハリウッド。ちょうどね、この間、Once Upon a Time in ハリウッドを見てきてですね、とりあえずハリウッドが舞台ということで、年代は違えどですね、同じ場所なので、一応映画のパンフレットにですね、ロケ地巡りっていうやつがあってですね、これ使えるじゃんと思って、たまたま買ったんですけどもね、良かったです。これ買っといて。なので、一応ね、ワンサポンハリウッドのロケ地巡りもできればやりたいですけどね。一応去年香港行ったわけですけれども、気を抜かずに、海外旅行ですからね、気を抜かないで、一回行ったから大丈夫だろうっていうね、いうふうにはなかなかならないと思いますので、気を抜かず、気を引き締めて行っていきたいと思います。お待たせいたしました。車内の準備作業整いましたので、まもなくドアが開きます。業務連絡ホーム6番 2231M、 準備よろしければドア開放願います。お待たせいたしました。どうぞご乗車ください。ということで今ですね、ちょうど開きまして、ドアが開きまして、今乗車することができました。使って持ってきてよ、そんな好きにしないし。ここからわかるじゃん。これでしょ。うん。え。とりあえず4回。元祖寿司。あったじゃん。イエスです。はい、乾杯。ちょうどいいじゃん。ここですね、83なんで、やりました。ここが83番出国のゲートになります。今回乗った飛行機は最新型のボーイング 787A というですね機体でした。映像を見る画面もですねタッチ式のパネルになっていて、タブレット型みたいな感じですよね。取り外しはできませんけど、でこのタッチ式のパネルで映画見たり番組見たり音楽聴いたり、Apple Music とも連携することができたっぽくて、僕は使いませんでしたけども、あとはこれ飲み物を選んだり、読書したりとか、本当に目の前に Fire タブレットがね備え付けられてるみたいな感じで、すごい使いやすいっちゃ使いやすかったです。アメリカン航空の機内食は正直今まで乗ってきた飛行機の中で一番微妙な感じでした。一応ラインナップはこんな感じで、お水と野菜と、そしてこちらがケーキ、パンと、ここがメインでご飯と肉の何かです。この肉の何かがですね、なんかあんまし僕はね個人的に美味しくなかったですね。野菜にはキューピーのサウザンアイランドドレッシング、あとロサンゼルス空港着陸30分前ぐらいにですね、機内食が配られて、急いでこれ食えということで出てきたのが焼きうどん。ットにタブレットや携帯電話などのお忘れ物がないようご確認ください。頭上の棚を開ける際には十分お気をつけください。飛行中に動いた荷物が落下する恐れがあります。本日はアメリカ航空をご利用いただき誠にありがとうございました。Oh damn, I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool.